武蔵三部、武蔵三、武士、武蔵山武士、1909年12月5日から1969年3月15日は、神奈川県横浜市港北区出身の元、大相撲力士、第33代横綱、本名は横山武士、1909年12月5日に、神奈川県吉寿軍日吉村、元、 神奈川県横浜市港北区日吉本町の農家に生まれる。幼少の頃から体が大きく身長は15歳の時点で182センチメートルに達していた。ある日、地元住民の勧めで日吉村の土地相撲に出たところ、いきなり優勝して賞金をもらったのでたびたび出場しては優勝して貧しい家計を助けていた。荷車を引いた子牛が坂道を上がれないでいるのを見て、 自分が代わりに荷車を引いて坂を登ったこともある。日吉に街道ありとの評判を聞きつけた両国裕次郎のスカウトで1926年1月場所に出羽の海部屋から初土俵を踏む。スカウトされたきっかけとして、津島諏訪神社の草相撲、祭り相撲で認められたという説と、明治神宮競技大会の神奈川県代表となったのが目に留まったという説がある。 入門当時、武蔵さんの師匠である出羽の海が入門の動機を尋ねたところ、お母さんを幸福にしてあげたいからですと答えたという。四行名は当初、玉川を考えていたが、日立山谷上門、栃木山守屋に習い、出身地から取って、武蔵山となった。入門後は、持ち前の力強さ、とりわけ右腕の強さを武器に、新十両、新入幕、新三役で、 当時の最年少記録を自立、年少記録が話題になった最初の力士でもある。入幕までに全勝を5回、うち3回は優勝を記録するなど下積みの段階では図抜けた存在であった。また、当時のアメリカの映画スターだったゲイリー・クーパーにも、例えられた近代的な要望と筋肉の体系のために人気も上々で、武蔵さんを題材にした応援歌まで作られ、特に、 朝潮とも二郎との取り組み、1930年1月場所千集落は、松内時サ部による実況で、両国国技館を18年ぶりに満員札止めにするなど、爆発的な人気を呼んだ。この頃の各界は、梅日立時代以降、立山、栃木山、大西紀常の花と寒断なく強い横綱が、土俵に君臨していたのにもかかわらず、それほど、 爆発的な人気を得ることがなかった、政治代の相撲界とは一線を画す様相を呈していた。江北区の地域文化の研究などに取り組む、大倉精神文化研究所の平井政治所長は、2019年の記事で、でっぷりとした昔ながらの力士のイメージを新し、野球や陸上などに押され低迷していた、相撲人気を V 字回復させたと武蔵さんの功績を称えていた。 同年、5月場所には小結びへ昇進して、天竜三郎と激しい大関昇進争いを繰り広げたが、玉西北上門が強力な壁となって、大事な場面では、いつも敗れていた。1931年3月場所では、勝利すれば、全勝優勝を達成するところで再度敗れて、両者とも10勝1敗、番付上位優勝制度で、玉西木の優勝となった。同年、 5月場所で玉2式に初めて勝利し、この場所は10勝1敗で悲願の幕内初優勝を果たした。結果的にこれが最初で最後の幕内最高優勝となったが、当時はこれから何度も優勝を重ねるかと期待されていた。ところが、同年10月場所では8戦全勝で9日目を迎えたが、おきつ、回復優の強烈な、内釜しは右肘に命中して敗れ、 翌日は玉西式に不戦勝を与えて休場することとなった。場所後に天竜と武蔵山のどちらを大関にするかで、日本相撲協会が大きく揺れ動いた中で、発表された1932年1月場所の番付では、小結、武蔵山が関脇を飛び越して、大関に昇進し、関脇、天竜はそのまま末置き、全場所負け越した大関、大の里一万助が、 張り出し大関となった。そしてこの直後に天竜を死亡者とする春秋園事件が勃発し、武蔵山も当初は脱退組に賛同したがすぐに脱落、ボクシングへの転向が報道されたが、すぐに協会復帰を表明すると同時に2月の改定番付で起算した。ところが、前場所で起きつ海から強烈なぶちかましを右肘に受けたことで、 右肘が破壊されたまま骨折と半脱臼の重傷、右肘がまっすぐ伸ばせない状態だったというであることが判明した。入門からこの時点まで右腕の怪力を最大の武器として出世した武蔵山にとっては致命傷で大関昇進以降はその後遺症に苦しんで十分に相撲が取れず、球場が相次いで優勝争いに加わることすらできなかった。 感知できる医者を探し求めて欧米などへ行ったがついに治らず、武蔵さんのかつての強さはとうとう戻らなかった。さらに、春十円事件での脱退後の動向で優柔不断な態度を取ったことから、裏切り者と批判を浴びたことや、春十円事件そのものが大関昇進問題で、武蔵山に先を越された天竜の日本相撲協会に耐える不満が原因だったとされたことも、 武蔵さんのその後の土俵人生に暗い影を落とした。それでも1935年1月場所先週楽、2は初の全勝優勝を狙う玉錦式を阻んで8勝2敗1分、次の5月場所では9勝2敗の好成績で、同場所後に第33代横綱に昇進した。横綱昇進後は前日の肘の故障がさらに悪化。 さらに遺産多症もあって休場ばかりで、ストレスで食事も満足に取れなかった。解禁したのは1938年5月場所のみ、それも六勝六敗同士の横綱対決が、千秋落に行われる悲惨なものだった。武蔵さんは勝利して勝ち越したものの、対戦相手の男女の川登さんは、敗れて負け越しとなった。これが、 かつて両国国技館を沸かせた両者の最後の対戦となったのは皮肉で、武蔵さんの幕内最高優勝は小結時代の1回のみ、右肘の故障がなければもっと活躍できたと思われる。さらに、横綱時代には最長で4連勝しか達成できず、2013年現在までの最小記録、番付でも東の西横綱の地位につくことは最後までできなかった。 横綱在位3場所目で2回以上の休場は昭和以降初で、横綱在位3場所目で解禁なしは昭和以降唯一。新入幕から横綱昇進までは一度も負け越したことがなく、幕内通算勝率が7割を超えるのに対して、横綱時代の成績はちょうど5割、休場の多さもあって、苦闘を物語る数字であり、まさに悲劇の横綱だった。 武蔵さんは1939年5月場所を最後に現役を引退し、年寄り、出来山、後に、白塗りいを襲名したものの、1945年には、各界を離れた。晩年は、道玄坂で、農機具販売業を営み、さらに鶏肉店とパチンコ店を経営したが、いずれも失敗し、故郷に戻って、不動産業を経営。晩年は、 アパートの退化収入で生計を立てた。元横綱ながら、姿勢の人に徹した晩年だったと伝わる。1969年3月15日に死去。息子も横山の執行名で父と同じではの海部屋に入門して、幕下30枚目まで進んだほか、序の口優勝と三段目優勝が一回ずつある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。